は直行、あと5日。存在忘れてたわ。メジャーどこも取ってくれへんかったん？どっか興味あるとかいう話だったろ。オリオールズには強めに否定された。 MLB 側からしても見え見えの有原枠を同棲と、残留だとしてもクッソ持ちで引くそう。エースの帰還、もうどこにも行くな。噂は加藤、伊藤、山崎ってそこそこやばいな。大谷地下特需なのにメジャー契約もらえんとか大概やな。1年向こうでやってみて SB で日本球界復帰とかでもええんやないか。藤浪以下の評価とか信じられん。カタログスペックさやろな。どうせソフトバンクが拾うんちゃう。無法すぎてくさ。他の選手と違って明確な武器がないし、